骨髄腫細胞は略して M タンパクと呼ばれる1種類のみの抗体を過剰に作りながら、主に骨髄の中で塊を作りながら増殖します。多発性骨髄腫は非常に多彩な症状を呈する可能性のある病気です。くらちゅーチャンネル。こんにちは、倉敷中央病院血液内科の上田康則です。この動画では多発性骨髄腫の症状や検査について分かりやすくお話しします。ぜひ最後までご視聴ください。多発性骨髄腫は骨の中の骨髄中の形質細胞という免疫グロブリンとも呼ばれる抗体を作る工場となっている白血球が癌化することによって発症する病気です。形質細胞は非常に多くの異物に対してそれぞれに対応する抗体を作っていますが、癌化した形質細胞である骨髄腫細胞は通常モノクローナルタンパク、略して M タンパクと呼ばれる1種類のみの抗体を過剰に作りながら、主に骨髄の中で塊を作りながら増殖します。1種類の抗体を作る形質細胞が取り立てて増殖する現象自体は一般的に加齢とともに一部の人に出現し、そのような場合には血液中に少量の M タンパクを認めます。その集団の中から1年に 1% 程度の割合で多発性骨髄腫に進展していくと考えられています。骨髄の中で骨髄腫細胞が塊を作り増殖すると、正常の造血を妨げて貧血を生じたり、骨髄腫細胞が分泌する物質によって骨が破壊され、骨折しなくても良い状態で病的骨折と呼ばれる骨折を生じることがしばしばあり、整形外科で見つかることの多い病気です。また背骨の椎骨に病変が生じた場合には、脊椎の圧迫骨折を起こして激しい痛みを生じたり、腫瘤が脊髄を圧迫して下肢の麻痺や排尿排便の障害を生じ、緊急の治療が必要になる場合があります。血中のカルシウム濃度が上昇することで腎臓を痛めたり、喉の渇きや時には意識障害を生じることもあります。M タンパクが組織に沈着して腎臓などの全身の臓器を障害することがあります。免疫グロブリンの一部である K 鎖に由来するアミロイドという物質が心臓、腎臓、消化管をはじめとする全身の臓器に沈着して臓器の障害を起こすアミロイドーシスという病気を生じることがあります。M タンパクが非常に多いと血液の粘稠度が上昇し、出血傾向などを生じる場合があります。骨髄腫細胞はアンモニア、アミラーゼなどを分泌することがあり、アンモニアによる意識障害を生じることも稀にあります。一方で正常な抗体の産生は著しく減りますので、免疫力は低下し感染症にかかりやすくなります。症状の出方は患者さんによって異なります。多発性骨髄腫は非常に多彩な症状を呈する可能性のある病気です。多発性骨髄腫では一般的な血液学的検査やカルシウム濃度の検査のほかに、特有の検査として各種血中免疫グロブリンの定量を行い、異常に多いものがないか、逆に異常に少ないものがないかを調べ、異常があれば免疫固定法という検査で M タンパクが存在するか、存在する場合にはどのようなタイプかを確認します。尿でも同様の検査を行い、腎臓への影響を確認するとともに、特に尿タンパクの増える免疫グロブリンの一部である K 鎖のみを分泌するベンス・ジョーンズ型骨髄腫でないかの確認をします。
多発性骨髄腫の診断には骨髄の検査が必要です。骨髄中の骨髄液を吸引する骨髄腺腫と、可能であれば骨髄の組織を得る骨髄生検を行います。骨髄の検査では染色した標本で骨髄腫細胞を確認するとともに、骨髄腫細胞の表面の抗原の検査を行い、細胞の性質を調べます。骨髄腫細胞は塊を作って増殖するので、採取する場所によって骨髄腫細胞の割合が異なっていることも多いため、骨髄検査で調べた骨髄腫細胞の割合で全身の骨髄腫細胞の量を評価することはできません。また骨髄腫細胞の染色体や遺伝子の異常を調べることは悪性度を評価するために重要ですが、骨髄腫細胞はゆっくり分裂増殖することが多く、通常の分裂中の染色体を調べる G 分線法と呼ばれる検査では異常があっても確認できないことが多く、フィッシュと呼ばれる染色体上の遺伝子の異常を蛍光色素で直接染めて調べる方法が併用されます。 X 線撮影、CT、MRI、PET CT などを用いて骨病変の有無や骨髄以外の病変の有無を確認します。その他、腎機能・心機能検査、消化管内視鏡などで M タンパクによる組織の障害の有無を調べます。骨髄腫の病性を反映する検査として、血中 β2 マイクログロブリン定量がしばしば使われます。くらちゅーチャンネル、最後までご視聴くださりありがとうございました。次の動画では多発性骨髄腫の原因と治療についてお話しします。次回もぜひご視聴ください。